3番ホールですね。354ヤードのパー4です。じゃあ行きます。はい、ちょっと誰もないショットって言ってくんないっすね。ナイスです。ちょっと今もう松本さんめちゃくちゃアップになってましたね。松本さん言ってくんないっすね。もうシャウスチャラチャラするのはやめてもらっていいですか。ちょっとはい、チャラチャラするのはやめてもらっていいですか。やっぱ僕らしさを見ていただきたいじゃないですか。誰に？誰に？桜子さんに。そうっすね、はい、カッコつけたい。いや、あの変に僕これでカッコつけてて、逆にな、すかしてな、すかして、うん、やばいやつっすよ。幻滅だ。そうですよね、うん、僕らしさを、うん、やっぱ知ってもらいたいじゃないですか。いきます。お願いします。お願いします。よいしょ、ナイスです。右、あー大丈夫ですね。うん、いいとこですね。ありがとうございます。じゃあ彼女のところまで行きましょう。はいはい、レディスティは308ヤードのパー4ですね。はい、まあ、ここはコース説明すると、はい、まあ、左右特にこう何かハザードがあるわけではないので、まあしっかりスイングしてもらって、はい、はい、できるだけ飛ばしていただければと思います。はい、はい、松本さんから何かよかったらアドバイス。いや、今のところパーパーで来てて、このいい流れで変なアドバイスできないんですよ。はい、うん、お願いします。ちょっと疲れる今日。調子いいっすね。調子いいっすか。調子いいっすね。あ、よかった。良さ出てますよね。良さ出てますよね。良さ出てます。それはもう良さなんですか。良さ出てますね。はい。この左の山沿い行きましたけど、はい、まあ、何も問題ないので、はいはい、ちょっと歩いていきますか、はい、せっかくなんで。どっちかって言えばちょっと球捕まりのが多いんだね。最近はこういう球が多いですね、うん、あ、左にちょっと巻くようなね。そうなんだ。それ今スイングとかは少しこうなんか習ったりとか、はい、こう誰かアドバイスもらったりしてるんですか。はい、アドバイスはもらってます。名前を言わない方が名前は別にあのいや言っても言わなくても大丈夫なんですけど、まあ、なんとなく僕は聞いてるんですけど、あの、まあ、じゃあちょっとまだ伏せときましょうかね。まだ、はい、でも僕はあのとてもあの本当に、物理的に、はい、そうね、専門家の方が教えてくれてるということで、はい、はい、だからまああの少しずつこういうのもまあ直していって、はい、でもゴルフは本当にまあああいうショットが出てもまあ、ミスをカバーできるんで、はい、まあ、そこからセカンドね、グリーン近くまで行って、はい、アプローチとパターで、まあ、しっかりパー拾えていけるんで、はい、まあ、その辺もしっかり練習していきたいですけど、今のところ本当にその悪いところがないんで、なんとも僕もね、教えるなんてそんな厚かましいことできないですけど。いやいや、やめてくださいよ。でもそのなんかグリーン外した時に、はい、こういうクラブ選択の方がいいよねっていうのは、まあ、うんうん、ちょっとやれればやりたいなと思います、はい、お願いします。はい、では桜子さんのセカンドショットが105ヤードということで、はい、クラブは何番で打ちますか。9番とピッチングで迷ってます。9番とピッチングで、はい、スタンスした感じは少しやっぱ構えづらい感じある。そのつま先下がり強いとか。そうですね、ちょっと下がってるかな、はい、じゃあちょっと大きめのクラブを持って、はい、でここはあのグリーンの手前バンカーとかもないんで、はい、まあ、あの少しその転がっていけばいいんで、はい、9番やんで、はい、うん、ちょっと軽く振っていきましょう、はいはい、手前にハザードとかあるとねどうしても球上げないといけないですけど、うんうん、こういう悪いラインの時は転がっていってもいいんで、はい、なるべくコンパクトなスイングでグリーン近くまで運ぶイメージでいきましょう。はい、はい、いやいや、もうだから悪いとこ全然出ないね。めっちゃうまいじゃん。うまいそう。ありがとうございます。
ちょっと抹茶を見習ってほしいね。抹茶を見習ってほしい。いや、やっぱり動画ですごいわざとミスするじゃないですか、いつも抹茶は。チーピン打ったりとか、抹茶は。なんすか、わざとじゃないですよ、ガチっすよ。違います。まっちゃんのとこ行きますね。はい、はい、ではまっちゃんのセカンド、ちょっとつま先上がりの、はい、まあ、ちょっと深いラフに入ってるということで、距離何ヤードですか？ピンまで95ヤードです。95ヤード。あ、よかったら、あの、桜さん、まっちゃんになんかアドバイスもらえると。そうですね。はい、まあ、あの、振りすぎず。振りすぎず、ね。振りすぎず、長い番手で、コンパクトに、はい。コンパクトにね。軽く。手前何もないですもんね。はい。ハザードが。はい。じゃあ僕今52かピッチングか悩んでたんですよ、はい、ピッチングでいいってことですかね。はい、あ、分かりました。ピッチングで、はい、ピッチングでね、コンパクトに、コンパクトに軽くいってくださいっていうことだったんで、そうですね、はい、これ乗らないってことはありえないんで。まあ、グリーンの幅あんなに大きい、ね、ありますし、はい、先に乗せられちゃってますから。はい、じゃあピッチングで、はい、いきます。多分乗ったかなと。多分ナイソンです。多分ナイソンですね。はい、はい、じゃあ僕のところ行きたいと思います。はい、私のは70ヤードですね。58度で、はい、アドバイスいらないですか？アドバイスもらってもいいですか？クラブ1本しかないんですけど。はい、なんか低めの方がいいとか高めの方がいいとかちょっともらえると。あ、高めにズドンですね。高めにズドンでいきたいと思います。はい、打ち方まではアドバイスくれなかった。イメージだけを。イメージだけはね、大事ですから、はい、イメージ、はい、大事なんでね。58度で。高めでズドン。あれ大丈夫でしたかね。ナイソンです。ありがとうございます。ありがとうございます。やるじゃんぐらい言ってほしかったですね。いや、おかしいですって。おかしいですよ、お前。だって、一回りぐらい下ですからね、年が。まあ、そうですね、はい。確かに。なかなか。でもゴルフ、まあ、23ですよね、今ね。はい。3年くらいということで。でもやっぱりなんか、運動神経が良さそうというか、ずっとスポーツをなんかこうされてたんですか？そうです、ずっとバスケと。ああね、はい、バスケとかやってるとやっぱり瞬発力とかがやっぱりあるから。まっちゃん何やったんだっけ？バレーボールですね。ジャンプしたかったんですよ。ジャンプしたかったしたかったですね。はい、ちょっと自然にまっちゃん乗ってなかった。そうですね。でバスケの方が良かったね、やっぱり。え、どうしてですか？なんでですか？やっぱりなんかバレーなんか繋がってんのかなと思って、ゴルフに。バスケの方が繋がってる。バスケの方がこうなんか球のイメージはつくかもしれないですね。いや、乗ってなかったんでパターで行きたいと思います。はい、まあまあ、ここで、まあ、簡単なアドバイスというか、はい、まあ、僕たち考えてることで、まあ、このくらいだと本当にパターでいいと思うんですけど、はい、まあ、ここから1メートルとか離れた場合、結構そのウェッジとか持ちがちじゃないですか。うんうん、はい、まあ、この辺とかですね。うん、でも、まあ、パターで打てるなら打った方が、まあ、やっぱりそのダフリトップの危険性もないから、まあ結構そのいろんなことをこうトータルで見るとやっぱパターの方が優しいかなと。そうなんですね。これを、回数を重ねてくるとやっぱりそのパターの方が平均的に多分こうストロークが良くなると思うんで、はい、まあ、たまにこういうちょっと離れたところからパターで練習するのも、まあ、今後はありかなと思います。はい、はい、パターでいきます。お願いします。だ、止まれ。まずまずですね。そうですね、はい、はい、いやでも本当桜子さんのやつ本当ここであそこから9番アイアンで、はい、こんなに球が止まって。いや本当にナイスショットでしたね。ありがとうございます。ラフからで、いやラフからね、はい、しっかり9番アイアンで、はい、さあ、まあここのちょっとグリーンは難しいんですよね。手前から登って下りになるんでちょっと難しいんですけど、まあ、この僕の位置に来ていただいて、はい、少しその全体の
傾斜を見ていただければなと思います。はい、はい、まあそんなにすごい登ってるわけじゃないんですよね。はい、若干登って最後ねカップ過ぎたあたりで下りになってくるんで、はい、まっちゃんの方も結構こう最後、早かったんで、はい、まあ、そのあたりを気をつけて、はい、こうやってぐるーっと回って、まあ、今のとかもねこう今動画なんでこうあそこにまっちゃん打つときに、横に桜子さんいてもらいましたけど、はい、まあ、人が、まあ、打つ準備とかをしてるときに、まあ、ライン読みとかを済ませておくと、はい、何でもスムーズにね進みますんで、はい、はい、まあ、これカップ周りねちょっとこう見ていただいてどれくらい切れるのかなとかって見ながらですね、はい、まあ、少しこの太平洋クラブ成田コースもグリーンのスピードが速くなってきたんで難しいと思いますけどしっかり2パットでいきたいですね。はい、うん、じゃあバーディーパットいきましょう。はい、約8メートルのバーディーパットですね。うん、ナイスタッチ。はい、うん、上手ね、パターもね。はい、距離感がめちゃくちゃいいです、ね、パターめちゃくちゃ下手くそです。そうなんだ、それで下手だったらもうちょっとそれより下手な人はあんまり いじれなくなっちゃうからね。いや、まあ、ね、ほんとそうですね。しかもオスマークで、あオスマークでね、はい、あ、これ結構大事なことでさ、これってずらした方がやっぱいいんですか？あの、ずらすのはまあ言われればずらしたらいいと思う。そのこれはまっちゃんがまあ、気にならなかったら別に何も言わないからずらしますか？大丈夫です。そう、気にならないです。自分からね、あの別にこう言う必要ないと思うんだけど、はい、言われたらずらすぐらいでいいかなと。はい、たまにこのこういう時でもこうでっかいの置いてくる人いますからね。さすがに、さすがにそれは。いや、いるんすよ、本当に。おじが、おじがグリおじ、グリおじグリおじがいるんすよ。はい、じゃあ僕のバーディーパットいきますね。まだバーディー出てないですからね。バーディー出てないですね。はい、まっちゃんに取ってもらいたかったですね。やっぱりカッコつけたいって言ったんで。やっぱそんな先輩より先に取れないっすよ。おお、最後スライスしてったね。で、まあこういう場合さ、はい、まあ、お先こういけるっちゃいけるけど、はい、まあ、あんまり行かない方がいいよね、まっちゃんね。まあ、僕スライスラインだ、こうやってやってさ、これとかでもう踏んじゃってるから。確かに、こうやってまたいだり、まあ、またいだりしてもまあいいんだけど、うんうん、まあなんかこういうのは一旦マークしてもいいかなとはまあ思いますね。あんまり結構ね、お先行って行きたがる人もいるんだけど、うんうん、まあ、人のラインを踏んでまではねやっぱ良くないと思うんで。はい、確かにそうですね。はい、まあワンチャンしかも外れる可能性ありますからね。そうだね、この距離でも。はい、危ないですよ。はい、まあ、結構大事なパーパットですね。もう外したらもうカッコつかないですよね。カッコつかないですよね。カッコつかないですね、はい、ホームコースでね。ホームコースで1メートルちょい、うん、パーパット。もう一回撮り直しますか。めちゃめちゃダサいね。もう一回撮り直しますか。一番ダサい。じゃあ桜井さん見ましょう。一番ダサいね、それ一番今、うん、でももうここでしか言えないセリフでしたからね。一番ダサかったよ今。あ、外れちゃったよ。いや、入れてほしい。あ、気を使ってね。いや、ほんと気も使えて、ほんとすいません。そこまでできるんですか？取り直します。これはこれは取り直します。もうパッて入れちゃってください。はい、取り直しましょう、もう。はい、はい、いやいや、そこまででまさかできる方だとは。あ、そうでしたか。気を使っていただいて、ほんとすいません、ほんとに。うん、ナイスパーです。
ワンオーバーワンオーバーで対決みたいになっちゃって対決ですかゴルフ始めて3年のことあ、はい、怖いですね。最初ホール行きましょう。わかりました。4番ホールです。はい、348ヤードのパー4ですね。5番ウッドで打ちたいと思います。よっしゃーす。ナイスです。だいぶ調子こいてるねお前。なんでですか。だいぶ調子こいてるね。そうっすか。だいぶちょっとお前地べたから打てないんだからティーアップした方がいいってなんすか。感じ出さないでよお前。大丈夫それで、はい、それでまさか左の林とか行ったらもう笑いもんだよ。いや笑いたきゃ笑えばいいんすよ。いきます。3番ウッドでいきます。はい、怪しい怪しい、やばいやばい。あのバンカーから打ちたかった。うん、ちょっとやっぱりすごいすごいあれだ。うちだダサい発言するな。めちゃくちゃダサい発言する。はい、291ヤードのパー4です。はい、こちらはね残り100ヤードから右に池があるんですよ。ほう、だから桜子さんの飛距離でしっかり当たると右はちょっとね危ないかもしれないですね。うんうんうん、うん、なんでまあちょっと左目を狙うか、まあでもちょっと今見てるこの何ホールか見てる感じはやっぱりドローが強いんで、はい、まあ、左に立ってまっすぐ狙ってちょっと左行ってもいいかなっていう感じはあるんで、はい、まあちょっとこの左目から打ってみましょうか。はい、はい、ちょっとあの YouTubeバーの松本さんからなんかアドバイスいただければ。いやいや何もないですよ今のところ。もう完璧ですね。はい。なんかやりづらいな。調子いいな今日。やりづらいな。今めちゃくちゃ面白いな松ちゃん。めちゃくちゃ面白いな。うん、手離したけど越えて顎です。はい、これまっちゃんと同条件になっちゃうんだね。いや、そうですね、お揃いですね。これちょっとバチバチになってきましたね。はい、まっちゃんバンカーですね。先にまっちゃんから行きましょう。はい、何ヤードですか。ピンまで125ヤードです。125ヤード、はい、ちょっと顎近のねバンカーショットになりますけど、まあこれはもうピッチングで、ピッチングで、はい、顎は関係ない感じですかね、ピッチングだと。そうですね、9番だとちょっと怖いんで、ピッチングで。一応気にはなるよね。気に、あ、結構気になりますよ、うん、まあ足場も悪いんで、はい、なんでまあエッジまで行けば、行けばいいかなと、いいかなっていう感じで行きたいと思います。バンカートゥーバンカーだぞこれ。これは捕まりましたね、バンカートゥーバンカー。じゃあ桜さん、あの入ってきていただいて大丈夫なんですけど、はい、125ヤードということで、はい、125だと普段何番ぐらい持ちますか。125だと、うん、7番で軽く打ちます。7番で軽くね。で、まあ、こうやってバンカー入った時って、まあ、何をまず気をつけるかっていうと、打つ距離っていうよりかはこの顎の高さをやっぱり見るんですよね。はい、でまあそうだね、これ微妙なラインだと思うんですよね。7番だとギリギリ顎の高さクリアできるかなっていうぐらいだと思うんですよ、見てる感じだと。でバンカーっていうことでどうしても当たりが薄くなったりとか、まあ、やっぱり芝生よりは球が上がりづらいんで、でこれ125で、はい、ピンまで125なんで、グリーンエッジまで、まあ、まあちゃんさっき言ったようにグリーンエッジまでは115くらいなんですよ。で115だと8番やんって感じですか。はい、そうですね、うん、だからまずはこの顎をクリアできる番手をしっかり持つっていうこと。はい、うん、でピンの位置を見て、まあ125って聞くと7番かもしれないけど、115だと8番だと思うんで、はい、まあ、8番で、まあ、しっかり打ってもらって、
グリーンエッジまで行けばいいかなっていう気持ちで打ってもらえるといいかなと思います、はいはい、あ、クラブ預かりますよ、はい、あ、 ありがとうございます、はい、これってよく打ち方なんかボールに直接ちょっとトップする気持ちでって言われるんですけど、うん、そうですね、あの僕たちの動画でもやってるんですけど、はい、フェースをちょっとアドレスしてもらってフェースをこれ逆にちょっと被すんですよ。え、これぐらいですか。あ、そう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 。うわ、被すと、うん、僕も理由知らないんですけど、え、当たるんですよ。いやいや、これマジなんですよ。理由知らないけど当たるんですか。当たる。これね、被したら、うん、なんかこうちょっと球低くなったりとか行きそうな感じするんですけど、うん、はい、被した方がうまく当たるっていう、へー、そういうことがあります。ことがあります。で僕はあんまりフェアウェイバンカー開かないんですよ。開くとなんでかっていうと、やっぱりちょっとクラブの重心が難しいことで、ちょっと後ろに、後方に倒れる感じがあるんで、うんうんうん、そうするとやっぱりダフりやすいイメージが出ちゃうんで、こう、はい、被すと重心がこう前のめりになるんで、フェースにしっかり当たりやすいっていう気はしてるんで、はい、まあ、ちょっと一回試してもらってもいいですか、はい、まあ、なかなかねフェアウェイバンカー難しいと思うんで、はい、そもそものね、あの難しいんであれですけど、ちょっと被して8番やんで、はい、うまっ、うまい、いけ、届け、ゴー。いやでもかなりいいとこまで行きましたね。です。ありがとうございます。被すとどうですか。うまく当たりませんか。怖くないです。なんかね。はい。いや本当にこれ理由わかんないんですけど、4年くらい前からずっと唱えてるんですよ。最初から言ってますもんね。最初から言ってて理由知らないんですけど、ちょっと僕その物理的にちょっとわかんなかったりとか、うん、ちょっとね、ちょっとどっちのタイプだとかちょっとわかんないんですけど、被すとうまくいくんで、ちょっと皆さんも試してほしいなと思います。はい。はいはい、私のセカンドは105ヤードですね、はい、50度のウェッジで打ちます。ナイスオンです。ナイスです。ありがとうございます。完璧ですね。じゃあ向こう行きましょう。はい、はいはい、3打目バンカーですね。いや、これ和歩さん、これ寄せたいですね。これ寄せたいですね。桜子さんはかなりポジションいいとこ置いてきましたからね。いや、これ男として負けられないですよ。めっちゃライ悪いんですけど。めっちゃ沈んでる。58度でいきます。めっちゃ沈んでる。これやばいですね。いきます。止まれ。よし、意地見せましたね。はい、では桜子さんの3打目、はい、56度のウェッジで、はい、はあ、いやもう今カメラを振ってる時に補足までしてもう絶対負けらんないと。いや、松本には負けらんない。言ってくんなかった。いや、言ってほしかったら松本には負けられないって言ってほしかったんだけど、今だけ呼び捨てしてほしかった。欲しかったですね。はい、じゃあ松本には負けられないこのアプローチ、まあ、56度で、はい、まあ、今補足してなんとなく落としどころ決めたと思うんですけど、はい、しっかりこれ寄せて取りましょう。はい、はいはい、ではお願いします。はい、ちょっとまあ薄く当たったかな。まあ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 、あのそんな悪くない打ち方したんで、これもう松本さんとの一騎打ち。いや、なんか今あのゴーっていうの変なのかな、なんか なんて言っていいか分かんなかったです、ね、急に緊張感出てきたね、このパターンに。そうですよね。僕ちょっと打ってきていいですか。これできるだけタッチ合わすんで。まだ和歩さんバリ取ってないですもんね。そうっすね、はい、まだ見せれてないですね。まだ見せれてないですね。はい、いやで本当グリーンコンディション素晴らしいですね。いや本当すごいっすよ。はい、じゃあバーディーパットいきますね。4メートル。
入れ。うわー、ナイスです。ありがとうございます。ナイスです。いや、少しいいパッティングできましたね。松本さんにあとは任せますよ、すべて。この動画のオチを桜子さんのパーパット、はい、約2メートルということで、はい、入れてまっちゃんにプレッシャーをかけたいな。 2.5 あるか。 2.5、はい、上り。プレッシャーが欲しいないやいや、外れたとしても入れないといけないもんね、まっちゃんはね。いや、そうですよ。僕はもうどっちみちですからね。プレッシャーが欲しいな。くー上を目指してるからね上目指してるんで絶対入れよ。絶対負けず嫌いです。絶対入れよ。あー、欲しい。残念。まあ、それはもう OK です。ありがとうございます、はい、やってください。ありがとうございます。まあ、まあ、まさかね。まさか、うん、あ、どうぞ言ってください。いや、本当は撮りたいですけど。いいですよ、いいですよ、撮って大丈夫です。今日、はい、撮って大丈夫です。はい、はい、まあ、まさかね。まさかね。うん、ちょっとこの、これも直しとか結構、慎重にいや、このパッドも分かんないですからね。さあ、パーパッド。ナイス。ありがとうございます。ということで、今日はね、桜子さんと、はい、一緒に、4ホールね、プレーさせていただきましたけど、はい、まあ、まあ、これから、まあ、いろいろ競技をこう頑張っていくということで、はい、まあ、本当に今日なんかそんな悪いところあんまり見えなかったんですけど、まあ、普段から、たくさん練習されてるというのがちょっと見受けられたんで、まあ、これからも、まあ、ぜひ動画に出ていただいて、はい、なんかまあそんなね、出る回数は多分多くはないと思うんですけど、こう出る時にはまあ少し成長を見せていただいて、はい、これから僕も何かお手伝いできることがあれば、させていただきますんで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、お願いします。まあね、皆さんもこれから桜子さんの成長を見ていただいて、これからまあ競技、まあ、今まだ23ということで、はい、まあ、2年後くらいにその女子ミッドとかのね、はい、アマチュアの試合もまあ目指してということなんで、まあ、そこに向けてしっかり練習して頑張っていきましょう。はい、今日一日ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。まだ撮ってます。え、まだ撮ってる一応振らないで終わっていいんですけど、びっくりした。いやいや、もうこの後の動画もこれずっと撮っていくんで、いや悔しいこの後私練習しといてもいいんですか。え、どういうこと。グリーン、練習グリーンであ、いいよ、大丈夫で、ね、今日もね、一人で来られてるんで、はい、まあこの後、まあ練習しても大丈夫ですし、まあ、僕たちも横で撮影してるかもしれないですけど、まあちょっとじゃあ向こう行きながらちょっと、はい、僕のクラブ持ってもらって、はい、あ、もう向こうまで行くんですね向こうまで行きましょう。いや、どうでした、なんか YouTube とか、まあね、出てなくて、まあこうやってカメラの前でこう撮影だったんですけど、かなりやっぱ緊張しました。緊張したんですけど、うん、最初のこれ、ああ、ばあちゃんの、ああ、ちょっとね、あれで一気に緊張なくなりました。いや、もう今日さ、まあね、ここ来る前にまあ、食事一緒にしたじゃないですか、お昼ご飯、はい、いや、あの時は、まあ、僕結構きつめなこと言ったと思うんですけど、はい、かなり緊張されてるなと思ってて、はい、で、まあ、でもやっぱりその僕確かめたかったのは、はい、まあ、どんだけその桜子さんに熱量があるかっていうのを確かめたかったんで、はい、いや、なんかそこでかなりその熱量感じたんで、まあ、ちょっとここもいくんですねすごい、はい、いや、なんかまあその一緒にやってもなんか楽しくやれるんじゃないかなと、はい、はい、いうことで、まあね、なかなかその女子ミッドとかもさ、結構その学生からやってきてプロを目指してることか、まあ諦めたことかも出てくるから、はい、なかなか厳しいと思うけど、はい、でもね、頑張ってやっていくってことなんで、はい、その成長具合で負けられないですね、僕らもね。いや、もう僕たちもどんどん成長していかないといけないわけですからね。いや、違うんですよ普通のこと言ってるんですよ普通のこと言ってた普通ですよ、あ、はい、普通のこと言ってた、アシストしてましたよ。いや、違うんですよこういう人だと思われちゃうじゃないです
大丈夫ですかね。なんか大丈夫ですか。桜子さん、あの僕たちの動画を、はい、まあ、事前にさすがにこう見ていただいたと思うんですけど、はい、どうです、なんかその本音を言ってほしいんですけど、なんかこう、まあ俺は動画見たまんまの人だったなとか、はい、あ、やっぱり動画よりちょっときついなとか、はい、まっちゃんは動画よりやっぱ面白いなとか面白くないとか、なんかあります。あー、でも、はい、うん、ワッホーさんは、はい、実際にお会いした方が、はい、なんか意外と明るい人だなと思いました。意外と明るい、あー、きつい怖いみたいな、あ、はい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 、やっぱこのイメージありましたけど、はい、意外と意外と、あー、やっぱそう映るんですね。はい、まっちゃんどうです。あの動画より面白かったですよ。面白かった。あ、そう、いや、嬉しいですよね。あ、まあそうですね、動画より嬉しい嬉しい。面白いって動画より面白かった。あー、はい、そういうことか。はい、いや、まあでも、いや、まあこれから、まあ、どんどん多分こう桜子さんも結構いろんなこう動画とか出たりだとか視聴者さんにいろいろ見られてくるんで、はい、いろんな一面が多分皆さんも見れると思いますし、まあ楽しみにねしていただければなと思います。はい、はい、よっしゃ、よっしゃ、ありがとうございました。